はい、どうもこんにちは。あ、芸人ギルドです。こんにちはー。あ、うおいでバリア壊された挨拶したら。はい、というわけで今回はヘイローインフィニット、うん、はい、こちらの動画を撮っていくわけですけども、私、はい、裏切りマンキーコメント藤です。私エリック・ニコラスですね、この画面。はい、さあ、というわけでエリック・ニコラス氏が、うん、まあヘイローといえばね、うちのエリック・ニコラスでございますけども、はい、今日は何を教えてくれるんですか。今日はね、はい、スキルの使い方と、はい、小技ですね。出た。そう、僕もね、このヘイローインフィニットで初めてヘイローやったんですけど、うん、まあ、その、なんつうんですか、根元はわかるんですよ。銃拾って、銃で、あ、撃って、みたいな。グレネードランチャーだ、これは、とかってあるんですけど、うん、結構この、なんつうんですか、アイテム、ちょっとこれとか、さっき拾ったんですけど、これとか、何なのかとか、わかんないじゃないですか、うん。そう、こういうのね、教えていただけたらもう、僕もすぐ、ヘイローマニア。はい、教えます。なるかもしれない。はい。さっさと教えます。はい。じゃあ、こっち来てきてください。前置き嫌いかな。はい。じゃあ、まずはね、1個。はい。ね、これね。はあ、何ですかそれ、何持ったんですか。これね、これリパルサーですね、これ。はい、リパルサーという、このアイテム。これを何ていうんですか、スキル。これは、まあまあ、スキルって、俺は言ってるかな。なるほど。まあまあ、アイテム的な感じですよね。うん、グレネードでも銃でもない。そうそう、まあ、はい、いろんなのが。で、このリパルサーね、はい、いろんなものをね、跳ね返せるのよ。跳ね返せる、はい。跳ね返せる。例えばね、じゃあ。ああ、いい。ちょっとこれ持ってロケラン。この、ああ、ロケラン持っていいですか。持ってください。はい。じゃあ、ロケランいただきますか。で、俺に撃ってください、それ。いいですか、撃ちますよ、もう。直撃で、はい。いいですよ。ドーン。ああ、死んじゃったー。いや、ごめん、ミスった。意外と弾速速くて。じゃあ、もう一回は、もうワンテイク、もうワンテイク、もうワンテイク。もうワンテイク。もっと遠くからしますか、じゃあ。そうね。まあ、そんなもんかな。まあ、こんぐらい。はい、来てください。せーので。大丈夫ですか、次。はい、行きますよ。いいすね、はい。せーの、ドン。おー。え、あ、それは、その、当たるタイミングで、ガードってやるとそうなるってことですか。そう、当たるというか、まあまあ結構範囲広いんだよね、はいはい、これが。ドーン。はあ、はあはあ、あ、なんかそのフィールドみたいなの出すみたいな。そう、全部跳ね返す。すげえ。どんなもので、もうまあロケランが跳ね返りましたもんね。そう、どんなもの。そうです、ちょっと来てくださいじゃん。はい、戻ります。ああ、来た来た。じゃあ、はい、それもう突っ込んできてくださいよ、それでもう。いやいや、ニコラさん、もう車ですよ。ああ、行きますよ、じゃあ。いや、来てください。うえーもっともっと来てくださいよ、それ。そう、そういうこと。え、嘘でしょ、ニコラさん、これ弾とかじゃなくて、もう何もかも跳ね返すんですね。何もかも跳ね返す。え、もちろん人間も近くにいたらバーンって跳ね返すんですか。もちろんです。すごい。あ、そんな便利だって。なんか、そう、使うとなんか変なフィールドがピューって出てくるのは見たんですけど、うん、それが何なのか分かんなかったっすわ。で、これちなみに、まあ今車吹っ飛ばしたじゃん。まあ小技というか、はい、ここからちょっと小技の説明。まあ基本的には何でも吹っ飛ばせる、はい、跳ね返せると思ってください。はい、リパルサー。で、これ、富士、じゃあここにいてください。はい。ここ。はい。で、こんな感じで、もう遮蔽物、こうある。いや、ギリギリなんか隠れて倒せねえの時に、これ。はい、おお、あ、なるほど。もうちょい壁やらな、そうぞ。こうよ。車両事故を確認。車両事故を確認って言われてます。あ、本当だ。え、どういうこと？あ、挟まれちゃうんですね。そうで、引き殺した判定になったり。なるほど。あ、それは便利だな。もうちょい軽い車とかだったらもっといい。もっと早くドーンと行けちゃう。うん。勢いが強いから。すごい。なるほど。あ、じゃあ、その、本当に、その、戦う場所を、有利にすることもできると。そう。あとは、まあ、それを吹っ飛ばして、敵に当てて、ダメージ与えるとかね。はい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 。これは知っとくと便利ですね。そう。まあ、グレネードとかも全部跳ね返してるから。はいはいはい。一回投げてみていいですか。あ、いいよいいよ。せーの。はい、トーン。危ねえ。おー。おーおーで、はい。これ、まあ、もう一個。小技なんだけど、はい、もう一個、はい、まあ、それだけじゃなくて、これね、高くジャンプできるんだ。え、こうやって、あ、ジャンプ中に使うと跳ね返し、うん、その地面を跳ね返す的な意味ですね。そうそうそう、ピョーンって。そう、地面に使うとこんぐらい高く飛べます。
はい。それって向いてる方向だけなんですか？いや、それとも全身、この要するに後ろにいる俺とかもぶっ倒せるんですか？いやいや、あの向いてる方向だけだね。あ、方向だけか。なるほど。うん、だから、いや、あ、本当だ。あ、だジャンプして下向いてドーンってやるんですね。そう、下向いてドーン。へえ。あ、だ本当に衝撃波出してくれるグッズなんですね、それは。そうだね。で、湧くところ、ここも固定。これって、マイラウンド変わるんですか？いや、これはね、固定、ルールによってちょっと違うけど、これはまあ、大体ここにあるよ。ビッグチーム。はい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 。あ、なるほどなるほど。で、これはまあ、こういう使い方もできますよって感じだね。それは知らんかった。じゃあもう一個。じゃあこれはね、ドロップウォール。はい、ドロップウォール。これです。設置型カバーを利用可能。はい、おこれは単純に、シールド。そう、シールドだけどほら、フイジが撃ってるとこは色を薄れてるじゃん。そうです、あ、なかった。一個ずつこうやって消えてっちゃうのよ。で、しかも超柔らかいから、はい、すぐ壊れますね。そうそう、こんなん、こうやって撃ったらすぐ当たりますね。そうそうそう。だから、使う側はどっちかっつーと、はいはい、バリアの一個一個ちゃんと意識して、ここバリアあるで、こう壁にして戦う感じ。あー、なるほど。まあ、確かにその置いときゃとりあえず戦えるみたいな感じじゃないですね、うん、本当にちょっとした壁を1個増やすぐらいな。なるほど。え、ちなみにそれってニコラスさん側から撃ったら当たるんですか、シールドには？いや、こっちからは貫通する。ごめんごめん。ああ、なるほど。あ、じゃあってことはもう一方的に撃てるんですね。うん、じゃあちょっと待って。はい、これちなみにね、これグレネードも防げる。グレネード投げてごらん。お、はい、まあ、一番有効なのはグレネードを防ぐことかな。本当だ。あ、まあでも近くで爆発するとこってボロボロになっちゃうけど。まあボロボロになるけど。ああ、なるほど。結構ね、はい、大人数でやってるとグレーポンポン飛んでくるから、とりあえずこれでそうですね、グレーを防ぐだけでも、まあまあ。あ、本当だ。まあ、確かにグレネード、このゲームはリスポーンごとに2個持ってて、うん、その辺に落ちてるの拾えば、まあ4個ぐらいこう手元に持っていけると、うん、なるほどなるほど。あ、じゃあこれも大事っすね、その性能を知ってるだけでも。えい、で、そこに対して、えい、あ、いい子で割れちゃった、ポーン。まあでも、目の前にあるグレネードのダメージ入んなかった。ちょっとニコさん、これ試していいですか、これ。あ、いいよいいよ。これですか。試してちょうだいよ。はい、いきますよ。はい。おら、あ、ほんとだ。な、うん、くなりはしたけど、ダメージは入ってない。うん、あ、じゃあ、一発だけは絶対耐えるんです。じゃあ、こいつも試してくださいよ。生存確率が急上昇。ええ車？ああ、車ですよ。見てくださいよ。うわダメなんかい。ダメなんかい。そしたら次のスキル、え、グラップルショット、そのままや。いや、そのままやんて。グラップルショットはさすがの私も、うん、あの察しがつきます。うん、はい、ちょっと使ってみてください。いきます。はい。おー、わーおー、これはでもあのエイペックスとかやってる人には馴染み深いんじゃないですか。まあそうだね、パスファインダー、パスファインダーですよね。まあでもこのゲーム、うん、なんだパスファインダーじゃんってなるじゃないですか。はいはいはい、なりますよ。違うんです、このゲームのグラップル、え、一味も二味も。何が違うんですか。え、まず1個目、まあ小技、はい、普通に使うのもあり。でもう一個、はい、いいですか、これ。はい、レアドロップ湧いてます、これ。ロケラン、はい、湧いてますね。お、ロケラン湧いてんじゃん。はい、早く取りでー、ポイン、ありがとうございます。あら、あら、アイテム拾えるんですね。そう、これ何でも、何でもいける、これ。はい、ほんとだ。あ、こういう普通脇のアイテムも取れちゃう、うん、だし、これあのルールで旗取るやつとか、はい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 、フットボールつって、なんか骸骨取り合うルールとかもある。それも全部いける、はい。もうなんならその落ちてるアイテム系は全て持っていけると。うん、まあこれじゃあちょっとビッグチームになるんだけど、ちょっと封じ乗ってて、それ車、はい、乗ってるやつに対してこれグラップルを引っ掛けると、はい、どいてください。かなり限定的だけど、すごい、そんな使い方もあるんだ。そうで、もちろん飛んでる飛行機とかあったじゃん、そのビッグチーム、はいはいはい、ああいうのも全部できる。もう、え、それグラップじゃなきゃできないんですか。グラップ、いや、グラップルじゃなくてもできる。ちょっと乗ってみる。あ、一応真横から行けばいける。けど走ってるやつとかってむずいじゃん。まあまあ基本引き殺されちゃいますよね。横からこうやっていい音を取れるんだけど、近くないといけないから、はい、そうですね。でもグラップル使うと自動でそこまでやってくれる、乗っ取るまで。
あ、乗っ取るまでも全部やってくれるんですか。そう、全部やってくれる。へえ。でちゃんと人に当てればいいって感じですか、それとも車に当たれば。いや、車に当たれば。でもね、車の後ろとかに当たっちゃうと、これね、そのまま後ろ乗っちゃうのが。あ、なるほど、そこに乗りに行くっていう作業なんですね。そうそうそう、だからちょっとむずいけど、車に当てるときはまあ運転手めがけてやったりするといい。タレントが乗っちゃったらタレントでもいいしっていう。なるほど、なるほど。前、左が、前、左前ぐらいか。そうだね。にやると、大体、ここを取れると。すごい。一人乗り用の乗り物だったら別にいいんだけど。ああ、確かに、どっちに乗ってもいいですもんね。これの小技じゃないけど、まあ、小技に近いかな、はい。これね、実は、クールタイムがめちゃくちゃ早い。その、もう一回使うやつ。ああ、そうですね。なんか、すぐ使えますよね。そう。だから、この、ヘイローって基本、マップの上とか行っちゃうと、10秒以内で、その、降りてこないと、死んじゃうのよ。そのままやられるっていう扱いになっちゃうんですね。でも結構強い使い方があって、はい、まあこれでいいんだけど、この世に例えばあそこ、はい、はいはいはい、もういるわけないじゃん。まああそこは上がれないところですよね。でもこれフックでこうやって上飛んでもう一回使えるんだよ。そうすると2回上がれるの、こうやって。ああ、本当だ。でもこういうとこで10秒間打つ。あの、なるほど。うわーって、あ、死んじゃった、そんな無理だよーってそうで降りるやって、あ、10秒以内に降りる。そう、だから相性がいいのはスナイパーとか上から撃てるグレネード系とかだと、もう上からどんどん、確かに、うわそこにいんのかみたいなとこから撃ったりできる。へえ、なるほど、うん、あ、それは確かにそこまでいけないって思ってましたわ。もうそこは入れないみたいな。うん、あとはやっぱ上からの奇襲だね。ここら辺から、はい、こう来てこう来てどこだどこだ、敵は、敵はどこだ。うい、敵を切り裂きました。たっか、そう、すげえ高いところから来れる。ちょっと距離あったけど、なるほど、うん、うまく使うと、はいはいはい、こんな感じ。だいぶ遠くまで行ける。ビャーンって飛んでるやつがいるけど、それそういうことだったんですね。そう、グラップル使ったんですね。なるほど。まあこれでうまくその飛行機とか飛んでてもうまく壁にこうつけてって、つけてって、スパイダーマンみたいにこう渡ってって飛行機までたどり着いて、飛行機にのその乗り移れる距離まで近づいて当てるとかね。なるほど、うん、じゃあ乗っ取れるから。あ、すごいな。だからもう結構制限なしなんですね、ほぼほぼ。その高さというか、うん、本当飛行機飛べる位置だったらもう行けるっていう。はえー、すごい。これは確かにちょっと練習する価値ありかもしれないですね。うん、てかまあ、俺は一番強いと思ってるこのスキル、あの普通にある分には、落ちてる分には。なるほど。うん、やっぱこう全部取れるし。おお、まあ確かにそれでいいんですよね。うん。そのタイムロスにならないし、敵のを掴めると。そうそう。結構ヘイローってその死んだ時に武器ドバって落として飛んだりするの、グレネードとかで。ああ、なるほど。でもそういうのもこうやってキャッチできるから、そういうプレイするとかっこいいよ、はいはいはい、めっちゃ。あとはこれちょっと関係ないけど、ここドアハッキングできて、はい、はい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 、開けれる、ハッキング阻止する、ここで敵はここで阻止すればできるんですね。そう、これでもそこにずっと居続けないとこのドア開かないでしたっけ。こんぐらいは大丈夫。あ、そんぐらい、あ、うん、このね、なるほど、線が出てんだけど。ああ、ゲーム、あの自分の視点だと出てるんですね。そうです。では聞くと、この中は宝の山、宝の山、スナイパーとか。ああ、スナイパーで、ここにいいのがある。これなんすか？これオーバーシールドって言って、はい、まあシンプルにシールドを2倍になる。はい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 。あ、なるほど。体の体力が2倍ですね、簡単に言うと。そう、まあ、シールドか。まあ時間でこれ減ってくんだけど、まあ白色じゃん。はい、あ、全然これ全然取れない。はい。そうそう。まあめっちゃ強いんだけど弱点があって、弱点しとけばいいから、はい、後ろから殴ってみ。はいはい、一発で。基本ヘイローは後ろから一発で倒せるんだけど、はいはい、あのオーバーシールドはもう関係ない。オーバーシールドも関係なく後ろから一撃だから。あ、もう常に後ろから一撃なんですね、うん、さあ別ステージ来ましたけども、はい、ここでは何を紹介してくれるんですか。これアクティブカモフラージュを入手。アクティブカモフラージュ、アクティブカモフラージュ、はい、はい、これはどういうアイテムなんですか。これはね、ちょっと見ててください。はい、あら、透明だ。これ全メタルギア、はい、全然見えないでしょ。確かにメタルギアソリッドのステルス迷彩みたいな。そうそう。で、これ走るとバレち
あ、走るとも出てきちゃうんですね。うん、で撃ったりとかも出てきちゃう。あ、本当だ。だから基本的には歩きで、でちなみにこれ歩き速くなってんのよ。あ、本当だ。確かになんか走ってるぐらいのスピードで。これだから走ってる人とかと同じ速度だからもう追いつけんの。なるほど、うん、はい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 。追いついてもう背中ドン、背中からドン。なるほど。で一発。結構分かりやすいですね、これは。分かりやすい。透明になる。まあ、打っちゃったり動いたりしたらダメって感じだね。あ、確かにそれ知らずに使う人いそう。うん。なんだこれでもそのまま走っちゃうとかね。はい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 。まあまあ一回使ったら分かるけど。そうですね。こんな簡単なやつです。動くとやっぱ結構見えちゃいますね。まあそうだね。じっとしてるとやっぱ分かんないけど。うん、まあでもね、結構バレないよ。結構。まあ、ランクで結構上の方だと、まあ、全然バレるけど、はい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 、例えば車線のもう中通ってた、こう待ってるとこ通ってたら、うんってなるから、はいはい、確かによりはまあ横とかちゃんと気をつけて進んでって殴るとかだと。なるほど、うん、いいっすね、これは。これはね、本当誰でもワンチャン。わかんないわかんないわ、うん、わかんない。特にその、なんつうんですか、わからなかった。特に結構ちゃんといいモニターを使ってなかったりとか、画質荒くしてるとかだったら結構わかんないかも。うわー、あ、わかりづらいわ。これ昔はねマジ良かったんで、ね、超わかる。あー、まあバレバレだった。でも今回はやっぱそのいいの見つけても使い道分かってなかったらね、結局あれなんで、うん、はい、そういう時はやっぱちゃんと使えるようにしたいですね。スキルの説明はこんなもんかな、これで全部かな。なるほど、うん、いや、このリパルサーの強さ分かりましたわ、うん、なんかこう使っただけだと何してるか分かんないじゃないですか、一瞬、うん、なんか腕をドーンってやるだけみたいな。そうだね。だからちょっとそれが分かっただけでもめっちゃ収穫なんで、はい、これを見ればヘイローも勝率アップ、勝率アップよ。皆さんぜひヘイローオンラインこれで勝ちまくっちゃってください。はい、お願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら、さよなら。うえー。